どうも、影やんです。今日はメンタルは体からということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、メンタルを、ね、安定させるためにです、ね、ポジティブシンキングになるとか、えー、気持ちでなんとかしようとかねするよりも体を動かした方がいいと思いますね。えー、だからね、えー、体の健康が心の健康につながるということですね。 えー、メンタルを安定させるためにですね、えー、考え方でね、えー、メンタルを安定させることができればねそれはそれでいいと思うんですけどもやっぱり感情は流されやすすいですよね、えー、環境によってですね影響を受けやすいと思うんですねだから、えー、心を安定、えー、心をね安定させるためにですね、えー そのメンタル面だけで何とかするしようとするよりもね体を動かした方が簡単ですよね、えー、だからね、えー、感情が不安定になってね不安になる人はね体を動かしましょうと、えー、体を動かすことによって、えー、不安はちょっと、えー、少なくなると思いますやっぱり、えー、心は体ありきですねということでですね、えー、メンタルは 体からということについてお話しさせていただきました。今日は短いですけども、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。